ダニーロ・カラファトビッチは、ユーゴスラビアの軍人。コナレボ出身。ベオグラードの軍事アカデミーと、フランス、フォンテーヌ・ブローの砲兵学校で教育を受ける。第一次世界大戦に従軍。戦後、参謀総長補、国防総補佐官を務める。軍事専門家として、パリ及びラッパロ会議に参加。ルシャン・シモビッチ将軍の支持者。1941年。 ユーゴスラビア軍参謀総長。ドイツ軍によるユーゴスラビア軍撃破後、1941年4月14日、シモビッチ将軍はカラファトビッチに軍の葬式権を移乗した。同時にカラファトビッチには交渉の権限も与えられた。数軸国の攻撃は続き、ドイツ軍は4月15日にサラエボに到達し、リエク地区から侵攻したイタリア軍は、 抵抗を受けることなく4月17日にドゥブロブニクに到達し、ハンガリー軍は退却するユーゴスラビア第一軍を追撃し、4月12日にドナウト窒素館の地区を無欠占領した。4月17日032号、4月18日発行の和平条約が署名され、ユーゴスラビアは無条件降伏した。4月17日0930、カラファトビッチは、 全軍に武装解除の命令をかたつし、組織的抵抗は終結した。ユーゴスラビア軍将校1500人、兵士22万4000人が捕虜となり、その後、その数は34万4000人にまで増大した。カラハトビッチ自身は終戦まで捕虜収容所に収容された。解放後、西ドイツに移民。ありがとうございます。